どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のゆうです。さあ本日なんですが、皆さんはサボークローザーというね、激キモモンスターをご存知でしょうか。これ先日ね、支援たっぷりのなんでこのモンスター禁止になってないんだろう選手権、トップ5のおうちの、第2位のモンスターでございまして、第2位を獲得している、激キモモンスターになってまして、効果マジでキモいんですね。はい、見た目は可愛いですけど、はい、逆に見た目が可愛いからうざいみたいな話なんですけどね。でこのカード特殊ができないという効果がありまして、でこのカード以外の、植物モンスターが自分のフィールド上に存在、フィールド上に、存在する限りお互いにモンスターを特殊召喚できないという効果があります。で、サボークローザーさんを、出せると、要するにバニティスペースになると。はい、でこのモンスターね、めっちゃ簡単なんですよ、出すの。これ今回ギミック採用しているのは、サーバロンのギミックになってまして、サーバロンと、ちょっとだけ、立夏の力借りて、植物族グッドスタッフみたいな感じの、構築になってるんですけども、一応ね、手札はですね、予想外プラス、なんかこの辺のなんか展開中に使うモンスターどれかみたいな、そういうハンドで激キモ盤面が敷けます。ちなみにサボークローザーを出すだけだったらなんか結構適当なハンドからいけるんで、なんかそのジャスミンプラス回復ギミックみたいなのがあるだけでなんか大体出せるんで、結構簡単なんですよ。ハードル自体は簡単で、一応このサボークローザーくんを処理されるところから守るために盤面作ると、そういうハンドになるという感じですね。サボークローザーはね、結局その特殊化できないという、超強い制約はかけられる代わりに、耐性は特にないので、例えば無限包囲を効くとかね、サンダーボルト効いちゃうとか、そういうのは一応あるんですけども、そういうカードをケアするべく、今回は、無効系のモンスターですね。例えば、キングレギラス君、何でも効果無効にできるモンスターですね。これとか、あとナチュルローズウィップ、これ1ターンに1回しか魔法トラップカードを発動できないようにさせるんですけども、ナチュルローズウィッププラスレギュラスがいると、もう相手魔法トラップカードを一切発動できなくなるっていうコンボがあるんですよ。この2枚を出していく。で、プラス、一応対象耐性を付与するために、アロマセラピー、スイートマジョラム。こいつは、ライフポイントが自分の方が多いと、自分のフィールド上の植物モンスター効果が多少ならないよという効果があるので、マジョラムを使って、対象耐性付与して無限保有を効かなくさせるみたいなね。そういう動きをしていく、ことになっております。あとは、盤面に、なんかその、モンスターをバウンスできる、ベンガランですとか、マジョラムのなんか回復ギミックによって相手のカードを破壊するとか、こういうギミックを使用していくと、サボクローザーぶっ立てて、護衛隊を周りに並べるだけで相手は何もできないで死んでいくということが起きるんですね。はい、何が言いたいかっていうと、このモンスターマジキモいから早く禁止してくんねえかなっていういうふうに思ってます。ちなみに自分で使うとこれほど楽しいモンスターはいません。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。召喚権使わないのが結構やっぱ強い、予想が強い、これは結構強いね。フェンリルケアね、フェンリルケア増時、これガンマ刺さったりとかするんで、結構これがね、どうなのかちょっと分かんないですね。結構打ってくる人いますね、ドローフェーズスタンバイフェーズでフェンリル特殊召喚があるんで、フェンリルユニコーン特殊召喚があるんでね。今の環境は、ガンマめっちゃ打たれるからとなってくると、ケアできるガンマはした方がいいかなと俺は思ってるんだけど、ただユニコーンでカード抜かれるとやばいデッキは、ドロフェス投げないとしゃあないみたいなとこあるからな、ちょっと難しいよね。フェンリルが2枚あって、ガンマが2枚あるんで同じ枚数なんでね、なんもなそうですね。終わりましたね、ゲームが、あと2ビルぐらいですね。2ビルもケアできないんでこの展開は。なんで、ちょっと残念ではありますが、展開通れば最強です。はい。今回ね、制圧盤面を敷くために、要はサボテンを全力で守るために、ちょっと立夏を抜いてるんですね。なんで、ちょっとね、例えば増時受けが悪くなったりとか、あと、高校まくり能力が結構低くなったりとかっていう、弊害は一応あるんですけど、別に先行でサボテン立ってるのが目的だから別にいいかなと思ってます正直はい、先行でドヤ顔でサボテン出したら勝てるだろうっていう、でもそれだけだとちょっとね、やっぱね、結構ね、拮抗勝負とか無限包容とかいろいろあるじゃないですか、いろいろなまくり札が、なんか名誉結界杯とかだから、一応ですね、今回は、完封するということを目的にしておりまして、
それ作っていきたいなと思います。でとりあえずローリエを、あ、ちなみにこのアルバセラフィジャスミンとかいう、ぶち壊れリンクモンスターなんですけども、こういったの効果、ライフ回復すると植物を探してるって効果なんですけども、これ耐え値ありませんので、この耐え値がない効果を無限回使っていくという動きをしていくと、まあなんかもめっちゃモンスターがサーチできるんですよね、植物族の。これでなんかサボテンサーチとか、まあ、こういうね、アルンゼリカサーチとか、まあ、こんな感じの動きをしていくと。で、もう、持ってるんで、まあ余ってるからこういうサーチでいいかな。これでですね、2体で、この枯れ木出していく。で、枯れ木特殊で効果、苗木、あ、もうアンゼリカうるさいんだなこれ、特殊で、自分の墓地のなんかこの三種のツインとかいうモンスターがなんかリンクモンスター除外して、自分の墓地のリンクモンスター完全蘇生するよみたいな、同じ名前のモンスターがいれば、まあ、こういう効果あるんで、まあ、これを使いましてアロマセラフィジャスミンを、まあ、もう一回使い回していくという感じですね。で、エクストラマスターゾーン入ったので妖精も一回出して、で妖精のサーチ効果が足りないので、これでもう一回、まあ、ここは次のターンのこと考えて、まあ、3番にシュライン持ってきて、まあ、今あんま関係ないんだけどね、シュラインは、まあ、モンスター耐えなくなることあんまないから。で、アルマセラフィジャスミンを特殊召喚していく。はい、でジャスミンが2体になって、でまずとりあえずキングレギアス、ここであまりにも激予想ニビルケアをしていく激予想ニビルケアをしていく。はい、でアルマセラフィアンゼリカ効果でジャスミン体重を取ってライフ回復で1800回復したんで、ジャスミン効果とジャスミン効果、これでもうなんか3枚目4枚目か4枚目のサーチですかね、植物族あまりに最強と。で持ってくるのがこれと、もうサーチってかのねえんだよな、次のこと考えて、まあ、ロンファか、まあこれかどっちか持ってくればまあ大体いいでしょう。で安全化効果、アロマいるとき墓地から特殊召喚できる。で2体でベンガランデス出して、ベンガランデスはなんかフリーチェーンで相手のモンスターバウンスできるみたいな、ダメージ受けだからバウンスみたいな効果ですね。はい、なんか強制出し装置みたいなことできます。でスノードロップを、あ、これあれか、妖精蘇生して言うてやがったな、まあいいや、妖精蘇生して打った方が良かったですね今のは。まあいいや、でこうしてちょっといつもの展開だとこうなるんだけど、スノードロップ効果レベル3に合わせてレベル6進化できるようにして、アロマセラフィースイートマジョラム出していく。スイートマジョラムはライフが自分の方が多いと、なんか自分の植物族モンスターが全員対象耐性を付与できるんですね。だからサボークローザーこれが出すんですけど、サボークローザーへの無限包囲これ一切聞きません。でベンガランデス効果、自分の墓地からなんかリンク4分になるようにモンスターをゲームから除外することによって自身を特殊召喚できる。はい、でローファイアブロッサム効果、自分をリリースすると植物族出せるんで、これでナチュラルローズウィップ、これ一旦一度しか魔法トラップカード使えないっていう効果ですね。でサボクローザーを召喚で、恵みの風セットで、これでエンド。これ今何が起こってるかっていうと、特殊召喚完全にお互いにできなくて、サボクローザーの効果 でナチュラルローズウィップの効果で一旦に一回しか魔法トラップカード打ってなくて、で一旦にしか魔法トラップカード打てないんだけど、その魔法トラップカードの効果をセリオンズキングレグラスに無効にすると、まあ、実質相手は魔法トラップカードを発動できなくて、特殊ができないという状況だったんですね。で マジョラムが、破壊効果を持っててライフが回復すると、相手のカード破壊できるんですけども、あ、それどうでもいいですよ、どうぞ。で恵みの風で自分の、まあ、墓地かフィールドの、植物をできてるものですか墓地を送ると、ライフが回復するんで、まあ、フリーチェーン1枚破壊で、ベンガランデスで1枚バウンス。なんで1枚破壊、1枚バウンス、1枚、魔法トラップ無効、過去魔法トラップカード1回しか発動できないサボクローザーのとこしか無効ですね。まあ、この盤面作ったら、まあ、ラータマとかラバゴとかない限りは大体、まあ、ラバゴも出せないか、ラータマくらいでしか盤面返せてないと思いますはい、まあ、ほぼ無理ですね。
展開通ると世界が終わるという意味では植物デッキ、まあ、結構春化粧あだまし闇を感じますね。はい、レイノハート召喚、やべえ打点だけ、いいでしょう。でレイノハート召喚して効果発動したところで別に何も出さないんで、まあ、関係ないですね。はい、あどうぞどうぞ。レイノハートあともう特殊召喚できないんで、お互いにお互いに一切モンスター特殊召喚できないので、まあ、何を送られたところではあんま関係ないと。さあハーフニス効果1回一切も発動しない。でメフィフェス終了前 OK です。いやもう全然いいっす。でぶん殴ってきます。恵み効果発動して、魔法トラップカードを破壊、まあいやレイノハートでいいか、レイノハートでいいですね。これもう単純に、はい、これでいいです。まあまあベレーノでもよかったか、ベレーノの500打点下げれば自爆特攻になったからワンチャンベレーノでよかったか。名誉機会 OK、 あとは殴れば勝ちです。はい、まあ、これがゴミってやつですね。激肝モンスターランキングトップ5第2位のサボクロードさんの力だってじゃないでしょう。このサボテンね、味方になった時マジで強いんだよね。このデッキ回すの久々なんだよな、めちゃくちゃ久しぶりだわ。なんかね、立夏混ぜてる構築結構多いと思うんですが、まあ、先行制圧するのにあんまり立夏いらねえなってなって、まあ、高校マクロするんだったらまあ結構立夏強いかなと思うんですけど、春、あとあの誘発の止まりどころみたいなね、のも結構いいんで、増地も一応結構ね、あの泥を抑えられながら、まあ、向こう立てられるんで、そこが立夏強いところなんですけど、まあ、ちょっとね、今回サボークローザーさん活躍させるっていう一応テーマでやってますんで、まあ、完封したいので、まあ、ちょっと立夏1回結構少なくして、最強のムーブを見せていきたいと思います。あと、なんもなければ世界終わらせられますけど、大丈夫ですかね。さあ、3シードゲニュースロキを、リンクして、妖精に変えていく。で、効果発動。あ、なんかあんな。これなんかありますね。あー、なるほど。法要か。鬱陶しいな。ここへのちょっと、法要結構重いんですけども、まあちょっと、まあアドリブで回していくしかないですね。ボレア特集。まあね、しょうがないです、これは。で、リリーボレア効果、初期不足墓地送って、で、セリオンズリング持ってきて発動。まあ、植物族縛りがね、あの立夏とか入れるとついちゃうんですけど、まあ、それが一応つかないからセリオンズキングレギュラスも意外と結構出るっていうのもまあいいところですね。はい、で、ジャスミンはとりあえず出していいですね。まあ、召喚権は一応まだ使ってないんで、まあ、ローンファイアブロッサムからなんか動くことはできるけどね、まあ、マルデルとか入れてると多分もうちょっと動けるかもしれないけど、ちょっと今回マルデルとか入ってないんでね。でリーボレア装備してレギュラスで、ここでまあ1回効果向こうは一応打てる。でローンファイアブロッサム召喚かな。まあ、で何リクルートしてくるかな。これはローンファイアブロッサム効果発動するしかない。で自分リリースする。でデッキからリクルーティング、ちょっとローリーしかねえな。でもう1回あるつか、ここでこうしてもいいのか。ローリエ効果発動させるためにこうして、でもう一回ローンファイアブロッサムか。でライフ回復させて、で回復したんでジャスミン効果で、植物持ってこれるんで、ここでサボってんですかね。でローンファイアブロッサム効果発動して自分リリースして、あこれ大事ないんで名称してもね、なんでリリースして、ジャスミン出して、でサボクローザリンク先に出して、これでエンドですね。でちなみにアロマセラフィージャスミンのリンク先にいるモンスターは戦闘では破壊されません。はい、で相手は今他の植物族モンスターがいるので、モンスターを特殊化することはできないと。あーはい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 、これねマジュラムがいないから対象は取られちゃうんで、まあ、レギュラスの効果発動して、リリーボリア墓地を送ることによって無限包囲を無効にしていく、まあ、そうするとサボクローザの効果が無効にならないので、
はい、なのでサボクローズの効果が有効になっていて特殊召喚はできないという感じですね。あとはまあ打点で抜いてこようとしているモンスターも一応アルマスラフィジャスミンのリング先にいるから戦闘で破壊されなくて守ってるみたいなまあ鬱陶しいですよこの盤面も。そこそこね、妥協展開にしては十分なんじゃないかな。あ、フラクトーラ強いね。なるほど、はい、あ、そして戦闘で破壊しません。テキスト読みましょうまあ、ジャスミンの効果ですね。戦闘では破壊しないとリング先のモンスターが食不足ね。はい、というわけで相手のフラクトールは何もできずとはい、メインフェンス2何すんだよ。リボルトとかあったところでリンクできないしな。いや、これ普通に殴ればいいだけですから。返しのターンで相手困ってんななんでってなってると思う今。何がってなってると思う多分これ今。そうですね、まあ、とりあえずバトルフェーズいきますか。ガンマかん、こっちも、ね、特殊ができないんで展開できないんですよ一切。なんで、まあ、ぶん殴りまして、はい、でフラクトールは、あ、そうか、これが発動するのか。セリオンズリングの効果で自分の墓地のリリーボレアを回収。 OK で1800ぶん殴って1800ぶん殴って、まあ今日のところはこんぐらいで勘弁してやっといてもいい。まあ、あのクセカードが無限法要でももう一回キングレギュラス使えるんで大丈夫ですあ、でも言ってるか、無限法要だったらさっき言ったけど無限法要ではねえのか。あれなんだろうね、あれわかんないけどリボルトとかですかね。打ってこないってことそういうことなのか。で召喚したところで意味ねえな、こいつ打点引く。まあバトルフェーズか普通に。でぶん殴って、あ苦し紛れの幼女セットで草。まあね、サボクローザの強さが分かっていただけましたでしょうか。このモンスターはあかん。あー、先行だったらめっちゃ強かったなこれ。先行だったらめちゃくちゃ強かったっすね。ディメンションアトラクト決め無理だ。増字打っとくか、一応増字打っといて、まあ、クシャトリラーかな。ディメンションアトラクター分かんねえな。まあ不安打率かもしんねえけど、不安クシャトリラー、まあ、スプライトもいるか。はい、違いました。はい、やばいモンスター来ましたこいつなんで禁止にならないのモンスター選手権第1位のフォッシルダイナパキファロさんじゃないですか。いや無理やっていやじゃあ無理やって賛成を置いてどうしようかなこれ。いや無限紅葉か結構勝負か、まあ、名誉結界派あたりが来てくれたらワンチャンあるか、まあ、合同はさすがにだろ、打つしかないか。いや、打つしかないですね。いや、無理すぎる、マジで。ただ、回答が引いてくれ。やばいカード来た。やばいカード来た。まあ、やっぱ、拮抗勝負も名誉結界派も一応入ってっから。こういう時のために入ってんだから。ちょ、マジで頼む。ちょ、マジで頼むってもう。頼む、頼む、頼む、なんか回答引いてくれ。頼む。頼む。うわ、いや、守備力が高いぞ。守備力が高い。ワンチャンあるかもしれない。もう20ターン耐えてるのやばくな俺パッキュアロとかいうモンスターマジでゴミすぎるだろ。よくないってもう。無理だって。やっぱこのモンスターゴミだな。ゴミだわマジで。なんでこいつ存在してんの。いや本当に存在意義は分かんない。